一部。信じていればどんな願いも必ず叶うものなの。シンデレラもそうだった。意地悪なお母さんがお城の舞踏会に連れて行ってくれなかった時、突然現れた妖精に助けられたの。ほんのちょっと魔法を使ってね。魔法？そう、魔法よ。信じられない。もう何も信じられるものは何もないわ。何もだって？そんなの本気じゃないはずよ。夢を信じない人のところへ私は来ないわ。でも来たでしょ。いやだ、私ったら魔法の杖はどうしたのかしら。魔法の杖？じゃあ、あなたは？そうよ、あなたを守る妖精。魔法の言葉は、あ、そう、ビビディ、バビディ。恐ろしい女王の手から逃れた彼女は、森の奥にある小さな家でひとときの安らぎを見つけたのです。